願いします。それではいきましょう、クイズ楓画伯。はい、今回事前に楓ちゃんに様々なイラストを描いていただきました、うんうんうん、これからイラストを見ていきます。楓ちゃんが何のイラストを描いたのか当てていただきたいと思います。はい、最も正解数が多かったメンバープレゼントもございますので頑張ってください。いいのお菓子かな、はい、皆さんぜひ想像力を膨らまして答えてください。お願いします。それでは早速1問目です。イラストをどうぞ。描いた、なんだろう、イラスト、可愛くない？さあこれが一体何なのかということを皆さん書いていただきたいと。かわいそう。皆さん10秒以上見ると震えがきますので、あんまり凝視しないでくださいね。テーマとかあるのこれ？はい。え、これか、え？どうですか？エルちゃん、なんとなくどう？答え分かりそう？ディロウちゃんの脳みそになって考えないとダメですね。そうか。エル、の普通の脳みそじゃダメですね。そうか。麦ちゃんいかがでしょう？麦はこれはもうね、このなんだろう、このライオンみたいなのが頭が3つあるから簡単でしたね。あ、本当に？うんうんうん。わかりました。それでは皆さん一斉に答え見てみましょう。どうぞ。はいはい。さあ一人一人いきましょう。まずじゃあ天川さんからいきましょう。規則ギドラ、これなんでしょうか？これあの規則正しいキングギドラのことです。乗っかるんじゃないよ。キングギドラね。規則です。規則なんですかこれ。まあ他に多いのはケルベロスというのが多いですね。あ、なるほど。そしてミトちゃんに関してはかわいそう。いや、生まれてきてしまったことがかわいそうです。鋼の錬金術師であったな、こういうの。ちょっと親を恨むしかありません。さあというわけで答え聞きましょう。正解お願いします。はい、ケルベロスです。ケルベロス、あ、正解。正解した方、あ、すごい。はい、正解した方々、あ、ケンタウロスか。あ、ケンタウロスか。あ、ケンタウロス、ごめんごめん、ケンタウロスか。新種。え、ケンタウロスやった。ケンタウロスってわかります？ケンタウロスって何？これじゃないの？あ、ごめんなさい、完全勘違いしてた。勘違いした。それです、正解は。全然違うじゃん。はい。これ絵心とかが問題じゃない。知識もない。星座でこれがあるってこと？うわ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 。根本的に間違えるな。今司会者含め全員引いてます。恐ろしい。